来たね。どうもこんにちは、こんばんは、いわです。今回からドラゴンボール界サイヤ人来襲というゲームやっていきたいと思います。続きから俺これ中古で、クソ強い、まあこれ見なかったことにして、これどういうゲームかと申しますと、ベジータとナッパが地球に来るまでのねストーリーを追体験できるというゲームでございます。いや俺これいつだっけな、俺でもこれ発売された当初はやってなかったんだよね。発売されて 2,3 年後 DS 買ってからやって、すげえ面白かった記憶があるんだよね。ってことで今回ちょっとやっていきたいと思います。え、ピッコロいいね、 BGM。 お、シェンロ。昔々のこと、都から数千公里も彼方のある山奥、この奇想天外な物語はとりあえずそんなところから始まります。ピッコロ大魔王と壮絶な戦いに終わりを告げた孫悟空は神様と出会い、シェンロンを蘇らせることができました。そしてピッコロ大魔王に命を奪われた者を生き返らせると、神様のもとで修行を続けることを決意したのでした。旅立ちの時、さらなる高みを目指して、テンテレンテンテレレレレンテレレ。お、いいね、なんか誰これ似てんの、天津飯とクリリンと孫悟空か。皆さん、無天老師様が下でお待ちですよ。お食事の準備もできたので早く降りてきてください。ランチさん、懐かしいな。すやすや、天津飯寝てるときすやすやなんて言うのか、かわいいな、ギャップ萌え。ではやめちゃけよ。グー、悟空生き返らせてくれてありがとな。次の天下一武道会はグー、絶対俺がグー。あれか、じゃあピッコロ大魔王を倒した後の話か。クリーンさん、おはようございます。お、起きたね、なんかすげえ目4つあるなお前。お、クリーン。あ、ランチさん、おはようございます。照れてたね。ハクション。あ、なに、やばい。あ、なに、ランチさんって確かくしゃみすると変わるんだよな。うー、今日は随分と冷えますね。確かに今日は、やばい、嫌な予感する。ハクション!ここまでのびっくりマークを俺は見たことない。こんな5個、6個のびっくりマークを皆さん見たことがありますか?あ、変わった。オラオラ、いつまで寝てやがんだ。亀仙人のジジイが下でお待ちかねだぜ。とっとと起き上がれってんだ。一瞬で起きたわ。俺こっちのランチさんの方が好きだわ。はあ。もう動かせるようになりましたね。お、なにこれ、寝れんの?ベッドがある。だがここに寝るのは危険かもしれない。ランチさん、ああ、はいはい、分かった。これ他になんかあんのかな。真面目な本の陰に不真面目な本が書くだろ。運の果実、何、なんか手に入ったんだけど。嘘でしょ。このじゃあ片っ端から机の下には予想通り不真面目な本、察したら不真面目な本イコールちょっとエッチな本かなと僕思うんですけど、道具カプセル入れ替え設定ステータス、あと道具装備とかか。なるほど、またセーブはできねえの。お、待って、なんか、え、もうパーティー3人いるんだけど。クリリン、天津飯、ヤムチャ。まあ最初は確か悟空たち出てこないんだよな。後々悟空たち出てくる感じだったような俺気がするんだけど、まあやっていこうか。亀仙人のじっちゃんに会いに行こう。じっちゃん元気か。あれは亀どこいる、ウミガメいないのか。ほ、みんな揃ったじゃん、みろせ、み揃ったじゃの。ん、どうしたのですか、こんな朝早くから。これからわしのもとを卒業するための最後の試練を伝えようと思うのじゃ。え、まだ卒業とかいう、そういう設定あったっけ、全然覚えてねえわ。あ、最後の試験ですか。うむ、そうじゃ。お、ヤムちゃん、最後の試験といっても私たちはまだ未熟、まだまだ無天老師様から学ばなくてはいけないことが山ほどあります。 BGM いいね。何を言っておる、お前たちの実力がわしを超えてしまっておることはわしが一番十分分かっとる。これからわしが与える修行がおそらくお前たちに与えられる最後の修行となるじゃろう。はてら、
で、私たちは何をすればよいのでしょう。これから南に、ここから南に行くと一つ小さな島がある。おい、もう武器使えたっけ。あ、昔私と悟空が牛乳配達した。懐かしいな。そうじゃ、あの島に洞窟があるんじゃが、その洞窟の一番奥に小さな水晶玉があるはずなんじゃ。お前たちに出すよとは、その水晶玉を取ってくることじゃ。はい。とは言ってみたものの、わしも鬼ではない。お前たちの道具袋に試練に役立つアイテムを入れておいたぞ。本当？普段はスタートボタンを押してアイテムの項目を選べばアイテムを使うことができるじゃ。え、こまめ、こまめ、センズじゃなくてこまめ、こまめ5個、ポイズンリカバー、バインドリカバー。あー、なんか普通にアイテム、あー、なんか急に始まった。この辺なんか探していこうぜ。大きな冷蔵庫が、中にはたくさん食料が詰まっている。なるほど。炭に張り紙がしていてある。キッチンは綺麗に、ウミガメ、さすがだな。無手の、じゃあもう行っていいのかな。これこれ、早いかんと日が暮れてしまうぞ。ここのすぐ南にある島じゃ。すぐ南か、じゃあもう行っていいのかな。ちょっと調べたいんだけど、この辺特に何もないね。行こうか。お、お、カメハウス。お、ウミガメいるね。今から南の島に行かれるのですか。では出発前に。うん、それ何。このマークについて説明しておきますね。これはカプセルコーポレーションが管理しているもので、 CC ポイントと呼ばれております。試しにちょっと調べてみてください。調べる、調べる。おお、あ、あ、セーブできんだ。はい、上書きします。うん、くっそ強い、くっそ強いけど上書きします。あ、弱くなっちゃった。このようにカプセルハウスを作って体を休めたり、旅の記録を取ることができます。じゃあ回復できるのかな。街の中のダンジョンにもあったりしますので、見つけたら調べてみてくださいね。 OK です。じゃあもう早速行こうぜ。あー懐かしい、あー修行の島懐かしい、いっぱいあるんだ。確か南の島とかなかったっけ、東の都とかなかったっけ。まだ出てないのか。この辺にあった気がするんだよな。懐かしい。とりあえず行こう、修行の島。お、宝箱一個ある。修行の島、BGM 懐かしい。これちょっと宝箱取り、お、なんだ、下宝箱行こうぜ。ん、なんか気配がするぞ。わわわわ、おわ来たね。初戦闘、エンカウント、歩いてると敵に出会うことがある。出会った敵に勝つと戦闘が終了する。敗北した場合はゲームオーバーになるので、仲間の体力には注意しておこう。基本コマンド、敵を攻撃する。ほうほうほう、オッケーオッケー。逃げる。まあ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 、わかったわかったわかった、俺を誰だと。おい、やってやる、やってやるぞ。クビクリリン、これ全員攻撃いこう。おうおう、垂れて。これ確かアクティブカード的なのがあったはず。ナイスナイスナイス、ヤムちゃんいいね。なんかみんな同じような攻撃。お、3回復した。お、カメハメハ、あー、こんなめっちゃ出る太陽系。いや、ここ気候法、うわ、ローガ風風剣。これ、あー、あー、気候法天地犯にもダメージ受けるんだ。お、来た、いいね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 。あーあー、避けられてる。あー、当たってない当たってない、頑張って。懐かしすぎる。お、いけ、クリーンに決めろ、カメハメハ。すげえ四角形、完璧、勝利。いいね。これレベルアップはまだしないと。てかこんな早くからこんな技使ってていいのかな。ふう、驚いた。でもまあ大した敵じゃなかったな。こんな風に戦闘に勝つと銭にかっこお金と経験値、それからアビリティポイントがもらえるんだ。ありがとう、そんな丁寧に教えてくれるんだな。 AP は新しい技を覚えたり、技を強、おお、なるほど、スキルを選べば。わかったわかった、たくさんの敵と戦えばその分強くなる。悟空に負けないくらい修行しようぜ。悟空でも、おい、エンカウント激しいね。逃がしませんぞ。これこう叩いていこう。ただただ、これ確かね、アクティブカードがあったはずなんだよ。どこのボタンだったっけ。こう、おいし、できた。こういう感じでね、タイミングよくボタンを押すと、こい、あーあーあー、ミスった。はいはい、叩いて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 、お、なんかスパーキン、まあめっちゃスパーキンになってるけど、これもう叩いていこう。で、確かこれスパーキングが溜まると、なんか連携技出せるんだよな。おい、ナイス、それもうまく活用していきたいとこ。おい、レベルアップ、いいね。クリリン、どこ伸ばそうかな。まあまだいいか、まあ、やり直し。これ、あ、振り分けないといけないんだ。クリリン、まあまずバランスよく力と防御から上げていこうか。で、とりあえず運はまだいいや。天津飯は確か技めっちゃ伸びるんだよな。天津飯技伸ばしておこう。技とどうしようかな。防御あたり、技と防御伸ばしておくか。はい、ヤムチャ、ヤムチャはこいつは速さ、
技と速さを伸ばそう。 OK。 ヤンちゃんはボケなんか育てなくていいんですよ、当たって砕けろ。じゃあこっちに確か宝箱があったはずなんで、んで、んで、おい、結構敵来るね。これどんどん叩いていこう。お、なんかめっちゃデリアまで行った。おっしゃい、アクティブ、いいねいいね、決めていこうぜ。だだだだだ、おい、強くなってる、俺らも強くなってる、勝利、いいね。レベルどんどん上げていこう。確かレベル上げ大事だったような気がするんでね。でここの宝箱はちゃんと取っていきたい。ん、 HP カプセル50、これは回復用のアイテムなのかな。まあまあまあ、おい、めっちゃ敵出るね、かわいい。これた、これレベル、あ、これなんか普通にか、あれか、気候法以外も使っていこうぜ。ウルフハリチェーン、うわー、やべ、カートできなかった。2発3、はい、お前、おお、雑魚すぎる。2発4発中2発避けられてる。あ、これタチか、タタタタタタタ、オッケー、いいね。タイタイ、これダダダダダダダーってやんだよな、懐かしい。これもう普通に叩いていこう、普通に叩いてた方が強いような気がする。あ、アクティブカードできなかった。あ、でもスパーキング溜まった、オッケー、いいね、オッケーオッケー、おい、倒した。7ってトータルパー全然当たんねえわ。オッケー、レベルはまだ上がんねえか。さあさあさあ、ではこれどんどん上行きまして、デレ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 、宝箱あるよね、宝箱はちょっと欠かさず。こまめ、いいね、こまめ、いいね。これおい、めっちゃ敵出るね。おお、かっこいいな。ウルフハリケーン、これ効果抜群じゃない、ひょっとして。誰、何これ、回復か、これ確か回復だったような、回復か。さあ、ニカさん、トン、ちゃんと当てろ、当てろ、いいね、全部当たるんじゃない、全部当たったね、ナイスナイス。はあ、た、あ、やべえ、ガードできなかった。これじゃあどんどん叩いていこう。また回復かよ、めんどくせえな。さあさあさあ、殴っていって、だー、ガードできない。だだだ、これ反射神経大事だわ、結構これ e スポーツ向けかもな。オッケー、勝利。さあさあ、レベル、おー、ヤムチャレベル上がる、どうしよっかな。ちょっと力上げていこうぜ、当たってくだけろ。ヤムチャは力を上げていきます。おー、 HP ドリンク、あちい。さあさあさあ、でこのまま、お、宝箱あるね。ん、この岩が点滅してるだろ、近づいた時に点滅してるものは気弾で壊すこと、気弾で壊すことは点滅してるボタンを押すとパワーをためます。パワーいっぱいになったら気弾で、はい、オッケー、分かった、一度やってみる。この点 B ボタンを、おお、ウェイ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 、おお、紀元山、紀元山は、紀元山、お、壊れた、いい感じだな。邪魔者はこういう風に気弾で壊して進んでいこう。一発で壊せないの割と出す。不死鳥のアーダコーダー、これ確か回復、確か死んだ仲間を一人生き返らせることができるんだよな。叩いていこう。あー、間違えた、ボタン、オッケー、これどんどん叩いていこう。ミスが結構目立つね。オッケー、ナイス、だだだだだだ、これ叩いていこう、叩いていこう、オッケー、あー、ミスが目立つ、オッケー、ふん、ダウ、あ、カードできねえ、下手くそすぎる、オッケー、あ、待って、天津飯死にそう、まあ大丈夫、さすがに死にはしねえか。どうしよっかな、力一個と、これ何、これ何が上がるの、まあいいや、技上げとくか。天津飯確か技ガンフリでよかったはず、オッケー。さあ上行こうか、気弾が溜まってるね、ブブ。お、なんだなんだなんだ、また何か気配化する、うわあ、今度はお化けだ。ちょっと待って、あの天津飯、天津飯の、攻撃属性、攻撃には複数の属性がある、物理属性、気弾、火属性、雷、氷か。アクティブカード、はい、アクティブカード、はいはい、これさっき言ってたやつ、過去はいいな、これワンチャン、うーん、まあどんどん殴っていくか、殴っていく、あ、レベルアップしたから回復したのか、ありがてえ。はい、当たれ、あ、1しか食らってない、ダダ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 、10。さあ、ウルフハリケーン、はいはいはい、強い、いいね、よいしょ、アクティブカード、いいね、30も食らうか、タイタイヒイダダダダダダダー、いいねいいね、全体的に溜まりつつあるね、スパーキング、いいね、8ダーアクティブ、オッケーオッケー、危ない危ない、オッケー、スパーキング、あ、倒した、勝利。まあこの辺はチュートリアル的なのかな、オッケー、ゼニーもそろそろ溜まってきてね、ここ壊していこうぜ、キエンザーン、キエンザーン、オッケー、なん、本当に2発、オッケー、こまめこまめ、熱いね、このウェイ、オッケー。さあさあ、スパーキングでうまく、あんまみんな全員、お、バインドリカバー熱い、
全員ちょうど溜まるってことがないな。これみんな溜まんないと連携技できなかったりするんだよな。で、あ、そうだ、そういえばスキルポイントがなんか言ってたね。スキル、おお、52溜まってる。新しい剣座覚えるのには300か。で、あー、 HP アップとかもあんのか。怒りゲージアップ、まあとりあえず剣山欲しいからもうちょっと貯めておこうか。さあさあさあ、ここ宝物、なんだ、おお、電話、はーい、私は、かわいい、かわいいブルマさん、ポイポイカプセルを渡すの忘れてたからそこに置いとくわ、持っていってる。お前どうやって来たブルマさん、そこに置いとくわって、お前どうやってここまで来たんだ。確かこのガスマスクと、なんだ、あと何、あ、暗黒のなんだかんだって書いてあったな。ポイポイカプセル、ここで確かセットできるんですよね。これが確かなんだっけ、マップ上のギミックを対策できる感じだったような気がするんで、こういう毒エリアは毒マスクを装備しながら行かないとダメージ受けちゃうんだよね。目の前にガスの地面があるのが見える。普通にそこ歩くとダメージを受けちゃうの。でも下画面のホイポイカプセルでガスマスクを選んでいれば平気になるわ。ちょっと試しに歩いてみて。試しに歩いて、なしで歩いてみてってこと。黒、わかった、今なんか今モザイクかかったでしょ一瞬。まあそういうことなんですよ。はい、そんな感じね。平気でしょ今一瞬、ちょっと平気じゃなかったけど、まあ説明にある待機時というのは上じゃなくて場所にセットしてるとき。ああ、なるほど。例えばガスマスクは待機時にも通常の半分だけ、あー、じゃあ一応セットしておけば半分の効果もあるよってことか。そういうアイテムがちょくちょく出ると、おい、さあ、オッケー、勝利。なんかドロップしねえかな。おー、バーをバイン、バインとかポイズン欲しかったな、1個使っちゃったから。ではここで回復しつつ、ここで回復しつつセーブしつつで、さあ、では多分この先ボスだったような気がするんだよね。キエンザーン、キエンザーン、多分回復エリアが近くにあるのほとんどボスだからさ。懐かしいな BGM か。ほっ、2個あった、あった。 無天老師様が言っていた水晶玉ってこのことだろ。うわ、誰じゃこの神聖な洞窟を荒らすの。はあ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 、お前こそ誰だ、姿を現せ。お、え、ジャッキーチェンじゃないこれ確か。洞窟の宝を持ち出そうなどとバチ当たり目が。お前はジャッキーチュン、チュンだった、チェン、ジャッキーチェンは本物の方だ、ジャッキーチュン。これ確か、これ確か正体、あ、やめよう、まだネタバレになるからな。ほう、誰かと思えば武道会に出場した小僧か、何しに来た。私たちは無天老師様からの言いつけでこの水晶玉を取りに来ました。お、ニコ、ほう、亀仙人のジジイがお主たちに、ではお前たちがその水晶玉を手にするにふさわしいかどうかこのわしが確かめてやろう。来た。